お姉さんって生きてる意味あるんですか？は？お兄ちゃんから聞いたんですけど、病気になって看護師辞めたんですって。それが何？37で子供一人産まずに夫の実家に帰省して、財産食いつぶしてるだけのゴミクズに存在価値なしって言ってるんです。ああ、あなたには関係ないでしょ、ほっといて。妹として兄の心配して何が悪いんですか？お互い35を過ぎて結婚したから、無理に子供を作るより二人で楽しく過ごそうって決めたの。だから心配なんて余計なお世話よ。え、でもそういう夫婦って嫁もバリバリ稼ぐってのが前提条件でしょ？そんなことないと思うけど。お兄ちゃんの給料に寄生する病気の嫁なんて家族の邪魔だって分かってますか？あのね、勘違いしてるようだけど、病気って言っても大したものじゃないし、仕事は元から辞めようと思ってたの。ああ、言い訳はいいので、さっさと家から出て行ってください。なんであなたにそんなこと言われないといけないわけ？だって来週から私も実家に住むわけですし。離婚するんですってね。ああ、そうなんです。旦那のひどい暴力と姑の嫁いびりに耐えかねて、クスンクスン。浮気で返品でしょ。なんで知ってんの？ケイスケさんから聞いた。お兄ちゃんってば、レディのプライベートなことペラペラ喋るなんて信じらんない。人をけなしてる暇があったら自分を顧みるとかすれば。どういう意味よ。専業主婦で旦那さんからお小遣いまでもらってたのに、裏切って離婚の果てに慰謝料請求されるような32歳なんてドン引きでしょ。うっさいわベス。お、本性出た。なんでお兄ちゃんこんなクソ生意気な女と結婚したんだろう。あなたにだけは言われたくない。30代後半で焦ってたからってもっとマシなの他にいなかったわけ？きっと根性がひん曲がった妹がいるから、か弱い子は選択肢になかったんでしょうね。ふっちゃ、ほんと嫌い。なんで？は？私が嫁いで2年間ずっと嫌がらせばっかりしてくるよね。それが何？いつか聞こうと思ってたの。あなたが帰省するとすれ違うたびに私の足の小指踏んだり、靴に息絶えた号泣を入れたり、そこまで嫌われるようなことした？私幸せですって感じがどうしようもなくムカつくのよ。え？お兄ちゃんは高級取りで男前だし、パパとママは温厚で嫁いびりとは無縁。うちって嫁ぐには超優良物件じゃん。確かに何の不満もなく同居させてもらってるけど、それの何が悪いの？こっちはクソみたいな義母と生活してるってのに、あんただけずるい。え、いびられてたってこと？そりゃもう、炊事洗濯掃除、やることなすこと全部ケチつけられて最悪よ。例えばどんな？洗濯物を干すときは隣同士くっつかないように均等に干せとか。うん。コップやお皿は使った内側だけじゃなくて外側やそこまで洗えとか。うん？大皿の唐揚げ全部にいちごジャムかけるな、せめて鶏皿に取れとか。うん？マジありえないでしょ。いや全部当たり前のことだから、あなたの方が何倍もありえないよ。お姉さんは私が嫌いだから義実家の連中と同じように私をいびるんだ。あー悲しいよクス。本性をむき出しにした後にその演技する勇気に乾杯。バカにしてる。一周回って尊敬してる。なんかムカつくな。とにかくあなたは私が幸せな結婚生活を送ってるのが気に食わなかったわけね。そういうこと。完全に逆恨みじゃない？もっとえぐいいびり方して離婚に追い込んでもよかったんだけど、仕事してうちにお金入れてるから多めに見てたのよ。別世帯なんだから私がお金入れてようといまいとあなたには関係ないでしょ。あんたが生活費負担すればそれだけパパとママの遺産が増えるじゃん。二人ともまだ70代よ、不謹慎なこと言わないで。そのうち空からお迎えが来るって。私としてはより多くお金を残してもらうために早めにお願いしたいところだわ。自分の親に向かってなんてことを。だからさ、私の将来の遺産に貢献してるうちはいびりも控えめにしてたわけ。でも今は違うからもう遠慮しないと。そう。
ごくつぶしになってうちの財産を食いつぶすとかマジでありえないから。あのさ、誤解してるようだけど、専業主婦も立派な仕事ですとか言う気？そうじゃなくて、100歩譲って美人奥様なら家の看板になるからいいけど、ブスに価値はないから。ほんとひどいこと言うね。だって事実じゃん、おたふくソースみたいな顔しちゃってさ。ケイスケさんはぷくっとしたほっぺたが好きって言ってくれてる。どうにかしてメリ探さないとやってらんないんでしょ。ほんとブスって害悪。顔はともかく、総合的にはあなたよりはマシだと思うけど。どういう意味？清潔感とか体型とかいろいろとね。私はバラの香り漂う愛くるしいぽっちゃり。まあそういうことにしときましょうか。ほんと嫌な女、さっさと離婚して消えてよね。お断りよ。それに義両親もケイスケさんも私に出ていけなんて言わないと思うし。私の演技力知らないの？上目遣いで渾身の泣き真似すれば誰でも言いなりなんだから。そうかな。ま、そんなことしなくても、他人のブス嫁と血のつながった家族の私、どっちを取るかは明白だけど。じゃあ試してみたら、どうなるか見物だね。サクッと追い出されて一人ぼっちでくたばれ病人。さて、皆さんは義理の家族とうまくやれてますか？私は見ての通りです。出会ったその日から敵意むき出しの人とうまくやろうにもできるわけがありません。夫が言うには、義両親が甘やかして育てたというわけでもなく、生まれ持った性格の悪さゆえらしいです。今までは年に数回会う程度だったので、しょうもないいびりを誰にも相談することなく軽くあしらってきましたが、一緒に住むとなるとそうはいかなさそう。しっかり防衛策を考えなければと思っていた矢先、到底許しがたい先制攻撃をされてしまうのです。翌日。ふざけんなよクソ病人が。おお、昨日よりも本性をむき出しまくってるね。笑ってんじゃねえ。3人に連絡してなんて言われたの？揃いも揃って余計なことするならお前が帰ってくるなって。それがみんなの総意ってこと、わかった？実の娘より赤の他人を取るなんてありえない。ありえるんだな、これが。きっと今離婚なんてしたらもう嫁が来ないと思って踏み切れないんだ。いや、そうじゃないよ。病気の嫁を追い出したことが近所にバレて爪弾きにされるのを恐れてるんだわ。想像力豊かね。全然違うけど。いや、そうに決まってる。とはいえ、無理やりにでも追い出しちゃえば踏ん切りがついてサクッと離婚するでしょ。え？ってことで強行手段。ちょっと何する気？あんた今日手術なのね。なんで知ってるの？実家のカレンダーに書いてあった。え、今いるってこと？そうだよ、今日からここに住みます。どうやって入ったの？1年前に鍵が壊れて交換してから新しいやつは渡してないはずよね。普通に窓割った。全然普通じゃないから。自分の家なんだし問題ないでしょ。どうせパパがすぐ直してくれるし。ありえない。だいたい引っ越しは来週って言ってたのに。実はもう離婚届は出してて、引っ越しの猶予期間ってことで1週間もらってたんだけど、旦那の時計売って慰謝料にしようとしたら叩き出されちゃった。ほんと救いようがなさすぎ。まあでもあんたがいなくてちょうどよかったわ。どういう意味？いつ退院すんの？日帰りだよ。最近の手術ってそんな早く帰れるんだ。先手打っといて大正解ね。何したの？うわ、今テレビつけたけどやばいよ。今から台風並みに大荒れの予報だって。質問に答えて。豪雨の中帰ってきてもうちには入れないよ。もう家の鍵は変えたから。は？お兄ちゃんは仕事だろうけど、運よくパパとママもいなくて今じゃんって思って速攻で業者呼んだの。スカッと動画の悪役みたいなことして、まさか荷物も外に出したとか言うんじゃないでしょうね。そんなもったいないことしません。私はありがたく使うわ。がめつさに乾杯と言うべきか、ラッキーと言うべきか。昨日も思ったけど乾杯の使い方違くない？ああ、長渕好きだからとりあえず言いたくなるの。浅はかな理由。
浅はかなことばっかりしてるあなたに言われたくない。これ以上余計なことしないで。今はくつろいでるだけ。窓割ってちょっと寒いけど、こたつ入ってれば余裕だわ。じゃあそのままおとなしくしてて。言われなくてもそうします。あ、でもあれは捨てたよ、あんたの嫁入り道具。え、そんなのないけど。学生時代のアルバムとか。あんた美術部だっけ？そん時作った彫刻とかそんな感じのやつ。私の思い出の品を捨てたってこと？そうとも言う。一体どれを？文化祭で作ったっぽいクラスメートお揃いの T シャツとか、マジダサダサで胃の一番にゴミ箱ポーした。私のデザイン案をみんなが賛成してくれて、すごく思い入れのあるものだったのに。知らねえよ。捨てたのはそれだけ？食器棚にあったマグカップ。嘘、まさか。卒業記念か知らないけど、サンビーフォーエバーって文字と手書きイニシャルのプリントとか、寒すぎて鳥肌立っちゃったわ。やめて、それだけは捨てないで。もう手遅れ、キモすぎて手から落として割っちゃったもん。そんな、あのイニシャルの中には亡くなった友達もいたのよ。ふん、親友とか？そう、高校卒業してすぐ事故で亡くなったから、最後の思い出の品だった。そんなに大事ならしまっとけばよかったじゃん。普段使いはせずに、たまに出してお茶飲みながら圭介さんにその子のこと話してたのよ。一番の友達だったから、その子のこともたくさんある思い出も忘れないようにって。しょうもな。そんなことしたって死んだ人間が生き返るわけじゃないじゃん。あなたみたいな人にはこういう気持ちわからないでしょうね。てか、いいこと考えた。病気のバツイチ女なんて社会的に価値ないし、いっそ親友の後追えば。本気で言ってるの？追い出すだけじゃなくて、いなくなってくれた方がお兄ちゃんも後腐れないじゃん。うん、それがいい、そうしよう。信じられない、冗談でもそんなこと口にするなんて。どうかしてるわ。両親とお兄ちゃんには私の浮気の慰謝料とか生活費とか、これからいろいろ出資してもらわないといけないの。あんたには手切れ金の1円だって渡したくないのよ。そう、もういい、好きにして。やっと諦めて離婚する気になった？あなたは話をするに値しない。だからもう何も言わないことにする。敗北宣言するのが嫌だからってカッコつけてんじゃないわよ。なんとでもどうぞ。そう？じゃあ遠慮なく。負けて悔しいですか？惨めですか？お姉さんが唇噛みしめて泣いてるとこ想像すると、すっごく美味しいお酒が飲めそうです。ざまみろバーカ。翌日、家の中が空っぽなんだけど、あんたの仕業でしょ。おい、返事しろ、このくたばり損ない。今日も醜い本性が溢れ出てるわね。うっさいわ、この状況説明して。昨日あの後すぐホテルを取って、夫と義両親を呼んで話をしたの。え？あなたとの LINE のやり取りを見た3人が激怒してさ、即引っ越すって業者を手配してくれた。そんなの嘘。私が昨日の夜みんなに話したら大賛成してくれたんだから。今日の引っ越しを円滑に進めるための演技。そんなわけない、渾身の泣き真似したら即信じてくれた。お姉さんにすっごくいびられて、とっさに追い出したけど、いいよね、クスンクスンって。なんで知ってんの？圭介さんが電話で声真似した後、威嚇臭い世紀末ひでぶ女がキモいったらねえわって悪態ついてたから。その世紀末なんちゃらって何よ。北斗の剣ハート様でググってどうぞ。ふざけんな、私こんなんじゃないし。髪型が違うくらいでそっくりだと思うよ。お前の方が100倍ブスのくせに、このドブス。けなし方がワンパターンすぎてダメージゼロ。ほんとムカつく。まあそういうわけで、引っ越ししたからあとは勝手にどうぞ。家族をみんな味方につけるなんて、一体どんなずるい手を使ったの？別に何もしてないよ。3人ともあなたより私を選んでくれただけ。財産を食いつぶすだけの寄生虫嫁を取るなんて絶対おかしい。家賃生活費全部私が出してるんだけどな。え？それでも寄生虫扱いなわけ？
病気で仕事辞めたやつがそんなに負担できるわけないじゃん。まずそこから勘違いしてるよね。何が？私の実家がみかん農家なんだけど、父がそろそろ引退するって言い出してさ。でもうちのみかんって世界一美味しいのに辞めちゃうのもったいないじゃん。いや知らないけど。だから私が継ぎたいって言ったら、夫も義両親も賛成してくれてね。看護師辞めてみかん農家に転職するつもりだったの。つまり引っ越し先って？うちの実家。祖父が建てた時は大家族だったから、無駄にでかい家でさ、3人増えるくらいなんてことないのよ。それで昨日の今日で急に引っ越せたわけ？そういうこと。でも今は病気なんだから、みかんなんて作れないだろうし。結局ごくつぶしじゃん。あなた、私の病気をがんか何かと勘違いしてない？手術するってんだからがんじゃなくてもかなり重い病気なんでしょ？痔だよ。は？すっごいひどい痔。はぁ？ああ、でも日帰り手術で帰れる程度だからそこまでじゃないのかな。入院する場合も多いみたいだし。なんなの痔って、よくも騙してくれたわね。手術ってだけで重い病気と勘違いする方が悪いんじゃない？だってお兄ちゃんが大病だって。私にとっては痔が大病だったのよ。冗談じゃないわ。そういうわけで私がごくつぶしになることはありませんので。仮にそうだったとして、生活費全部出してるっていうのは持ってるんでしょ？本当だって。夫は農家を極めるって仕事を辞めて農大に通ってるから稼ぎゼロだし。何触発されてんの？義両親も土地買って野菜作るって張り切ってて、年金とか全部それにつぎ込んでるし。こっちも触発されてる。もちろん農業は大変だよって私からもうちの親からも話したけどさ、それでもやりたい、人生後悔したくないって言われたら応援するしかないじゃん。いや普通は止めるでしょ。夫も義両親も私の実家に何度か遊びに来たことあるんだけど、その度にこんな生活したいって言ってたからね。そういえば3人とも田舎に泊まろうとか、ポツンと一軒家とか見るの大好きだったな。そこまで思いが強いなら当面の生活費は私の貯金で支払うから、好きなことして楽しく生活しようってことで満場一致。ところでかすぎかよ。だからどう転んでもあなたが期待してるような生活費も浮気の慰謝料も出してもらっちゃおってのは無理だからね。そんな、だいたい親も義両親も元旦那さんに迷惑かけられないから一時的に住まわせてやるって言ってただけで、援助するなんて一切口にしてなかったそうだけど。そんなの一回転がり込んじゃえばこっちのもんでしょ。そのまま居つく気だったってこと？そう、ついでにお金の面倒も見てもらおうと思ってたの。どっちが寄生虫だか分かったもんじゃないわね。それなのにこんなのあんまりよ。自業自得でしょ。じゃあ私はこれからどうすればいいの？どうぞお好きに。窓が割れてる上にこたつもないところで凍えながら暮らせっての？あ、それについて思ったことがあるんだけどさ。何？結局鍵交換するなら窓割る必要なくなかった？あ、本当だ。そういうところも含めて本当浅はかで間抜けでどうしようもない人ね。ただでさえ傷ついてんのにこれ以上ディスんないで。じゃあもう一つダメージ追加してあげようか。これ以上何があるっていうのよ。さっき私言ったよね、家賃も負担してるって。待って、まさかこの家賃貸だよ。嘘！親戚に破格の値段で借りてたらしいけど、あなただけになったら家賃は相場に戻すってさ。いくらなの？月30万。高すぎでしょ。駅近の庭付き一戸建てで徒歩10分圏内に病院もスーパーもあるんだから、そんなもんじゃない？そんなの払えない。じゃあどっかにアパートでも借りることね。元旦那にほぼ無一文で追い出されたから無理。住み込みで働けば？そんな惨めな生活するの嫌。あれもいや、これもダメって否定ばっかりしててもお金は入ってこないよ。どうにかして。じゃあ慰謝料請求するね。はい。
私の私物捨てたでしょ。あれ賠償請求しても大した金額にはならないだろうから慰謝料請求することにした。意味わかんない。友達との思い出を壊されて精神的に苦痛を負ったから50万円。家賃払えないからどうにかしてって言ってんのに増やしてくるとかバカなんじゃないの。知ったこっちゃないし。浮気の慰謝料が300万もある上に相手の男は逃げちゃってそいつの分まで払えって元旦那に言われてるのよ。それはご愁傷様ね。私かわいそうでしょ。助けてあげて。絶対や。お姉さんごめんなさい。何ご機嫌取りの謝罪。私本当はお姉さんのそういうさっぱりした性格大好きだったんです。自立しててかっこいい姿に嫉妬して嫌がらせしちゃったの。うわ。反省していい子にするから今後は本当の妹として可愛がってください。この後に及んでそんなズーズーしさを見せられる根性に乾杯。え、褒められてるってことは助けてくれるの。断じての。なんで。でも新たな門出に歌を送るわ。は？乾杯。今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。長渕の歌は素晴らしい。でもこんな状況で幸せになってなれるか。後日談。結局リアは窓の修理代を弁償した後で家を引き払い住み込みでパートを始めたらしいのですが、職場のボス的おばちゃんに目をつけられてパシリをされているそうです。時給が安い仕事なので支払いをして食べていくので精一杯な上、わずかに残ったお金はボスのおばちゃんのおやつ代に消えてるとか。私は父の元でみかん作りの修行中。夫と義両親もそれぞれのやりたいことに精を出しています。かなり大きなみかん畑なので年収1000万を超えるなんてリアには口が裂けても言えません。